はい、皆さんこんにちは。2018年5月の4日、14時20分です。よろしくお願いします。はいはい、わたつ。はい、わたつ。おお、サプリいらっしゃい。サプリなんか調子いいね、最近。俺ね、多分ね、まだまだ行くと思うよ、サプリは。イケメンだしね、多分ね、マンスリートップらへんに行くと思うよ。持ってると思う。閲覧もそこそこ伸びるだろうし。頑張って、応援してるよ。マムさんお疲れ。すごいよね。マンスリー1位だっけ、今。閲覧もあって、花火ももらえてるから、そうよね。マンスリー1位ではないのか。あ、マンスリー2位だよ。すごいよ、ほら。すげえな。4日間で85万ポイントか。頑張れ、頑張れ。ニューカマーが現れたよ、ニューカマーが。可愛いかんな、サプリはな。女の子にウケるんだよ。ねえ。まだ伸びるよ。リスナーさん大事にね。何時頃行こうかな、キャスバー。俺が伸びるって言ったやつは伸びるから。え、なんで俺が最強の人間のことを大事にしないといけないの、理由は。うん、おお、友達いらっしゃい。海沿いに住んでんのかな。メガネをね、忘れちゃったんだよね。メガネ取り行く。おい、たむたむさんいらっしゃい。わたつ。いや、この前行ったよ。おう、キャスは。金梅さんと荒野と愛子さんと飲んでたね。2日前かな。全然行くよ。たまーにね、たまーに。あ、今日はね、もう沖縄みたいな天気だね。すっごい天気。風も強かったね。うん。天気沖縄みたいだよ。いや、俺枠は回してなかったね。愛子さんといたね。どうなんだろう。愛子さんが男官塾表明ってリツイートしてなかったら、表明にはならないから。多分してないんだろうね。愛子さんのツイッター見てみたらわかんじゃん。うん、してないっぽいね。
これからどうするって、将来のこと？これから？ 将来は、いや、やりたいことやっていくだけだよ。これからも。やりたいことやっていく以外に俺も考えてないから。これからこれをしたい、いや、やりたいこと毎日やってるからない、うん、これをしたいって思った瞬間にやってる。もうだから、なんて言うんだろう、ないんだよ。やりたくなったらやってるもん。やればいいじゃん、その場で。そのために配信をこう、なんつうの、配信で金稼ぐっていうのに興味があったの。簡単に言うとさ、サラリーマンとかやるとさ、これやりたいと思ったらすぐに動き出せないのよ。今この瞬間にやりたいことってあるでしょ。あ、今から酒飲みてーとか、今から海外行きてーとか、あ、今からインド行きてーなーとか、そういう、なんていうのかな、パッてやりたいことをやるためにこの仕事を選んの。ギターは独学だよ。自分で練習しながらやってる感じ。誰かから教わったとかじゃなくて、何ヶ月前だろう、ギター覚えたいなと思ってやり始めた。今も勉強中だよ、ギターは。いや、だってコード進行覚えればいいだけじゃん。おー、ワドツユー、悠々白書見てた、ありがとう。アイテム、悠々白書はあの歌がいいよね。あの微笑みの爆弾が。いや、別にないけど、なんかうぜえやつはうざいっていうね。別に見てほしくない人はいるから。基本的になんか応援する気がない、冷やかしとかガキども相手にするつもりないの。あの、応援してくれる人だけでいい、俺の周りにいる人は。別にたわく見りゃいいじゃんと思ってて、別になんか配信者でどっちの方が上とか言ってる時点でもうなんかレベル低いなって思ってるから。別に俺は、なんだろう、配信者っていうよりもなんか配信は道具だと思ってるだけで、でも稼げる人は稼げるし、面白い人は人集まるってだけでしょうっていう感覚なのよ。だから、なんだろう、なんか今までの、そのニコ生よくやってた時は配信のルールなんか知らないし、なんか配信のマナーとかも知らないし、なんか俺はただ人としてやってるだけだから、うん、いや、わからんあの、人の気持ちなんかわかんないから、うん。大事なのは最強の人間が俺のこと応援してるかどうかなんじゃないの。あの、俺はそういうことだと思ってて、口だけのやつとかいっぱいいるんだよ。いや、俺口だけのやつ大嫌いなのね、うん。なんか最強の人間が俺のことどう思ってるのかっていうのは、最強の人間しか知らないことだから。そう、ツール。前和道さんが言ってたアニメのセリフがなんとかってやつ、ん、何言ってんのはい、マチルダいらっしゃい、バガありがとう。いや、好きなら好きって言えばいいじゃん。で、追っかけ続けりゃいいじゃん。いや、ここの中で誰よりも負けないぐらい、ああ、最強の人間って和道のこと好きなんだなって思わせるような行動を取ればいいじゃん。え、モチベーションが上がっていったのか？何言ってんの？
俺アニメ版見てないよ、ちなみに。アニメのセリフがなんとか。ともっちありがとう。パフェありがとう。で、俺めんどくせえやつが基本的に好きじゃなくて、好きだったら好きって言えよって、嫌いだったら見んなよっていう、ただそれだけだから。うん、めんどくさいやつと絡みたくない、時間の無駄だから。なんかめんどくさいやつとか嘘つくやつと絡むと、そいつが言ってること本当かどうか裏取らないといけなくなるでしょ。で、そんなことをしてる時間ないから。俺はプッシュの和道さんにずっと投げてますが、テレビ、え、プッシュなんかに金払わなくていいよ、ノンラブ。え、俺に課金してんの？マジで？うわ、悪いことしてんな。ちょっと、のんちゃん、携帯取って。マジで言ってんの、ノンラブ。見せて。のんちゃん、携帯。悪いね。課金はしてない。あ、いいよ。あの、プッシュに、出たくない。あんな恥ずかしい番組出たくないから。ありがとうのラブ、よかったよかった。アンインストールすっか。うん、いや俺プッシュに出ないっていうのがみじんもないから、うん、あ、よかった、課金してないのね。いや、プッシュいらないでしょ、全然興味ないわ。うん、一応登録はしたけど、なんだろうと思って。うん、全く反響ないよ、プッシュ。別になんか民放のテレビとかだったら出たいけど、深夜番組とかなんか BS とか見ても意味ないかんね。うん、携帯カバーつけた方がいいかな。うん、よかった。課金してたらもったいないよね。みたいな、出たくないのみたいな。誘惑のことじゃない。どういうことエデン。あのひだなに合わなそう。プッシュしてたけど、ひな壇芸人とかって俺恥ずかしいことだと思ってて、俺は絶対ひな壇に立たない。いや、いらない携帯カバー。マンコばっかりアンテナに立ててる外人がリスナーに多すぎて見てるこっちまで疲れる。何を言ってんのか全然わかんねえわ。何言ってんのか全然わかんねえ。いや、プレゼン、あのね、はっきり言うよ、最強の人間。あのね、いらないもん送られる身にもなってみろよ。俺が欲しいって言ってるものはくれないで、いらないって言ってるものくれんのって、それ嫌がらせだからな。わかる、俺からすると嫌がらせなの。いらないに決まってるじゃん。欲しいものくれよ。じゃあ欲しいもの、ベルルッティの財布とね、マックの iMac の iMac と、一番欲しいのアルファ7だわ、アルファ7の3、日本刀とかも欲しいわ。欲しいものくれよ、欲しいもの。俺のはコーティング済み。ハートありがとう。いらないものを送ってどうすんだよ。本当欲しいな。何を言ってるかわかんねえわ、タケ。俺はお前が異常、お前の方がキモいよ。うん、俺はお前の方がキモいわ、俺の中ではね。お前は何かについてキモいって言ってんだろうけど、わけわかんないコメント書いてる、お前の方が俺からしたらキモいよ。何？
いらないものは本当に無駄になる。リスナーには言いづらい。俺言うよ。いらねえからっつって。俺ストレートに言うよ。相手の気持ちとか考えない、全然。いらないよって。で、いらないよって言ってるのに送ってくるということは喧嘩売ってると思うから。うん。そういうやつは嫌い。いや、いらないもんいらないよ。そんなさ、入りもしないのをさ、リスナーに媚びて、何々さ、ありがとうとか言ってんの、クズだよ。いらねえもんはいらねえんだよ。俺にとってゴミを送ってくんじゃねえよっていう。欲しいもの送れよだったらって。そう思わない？うん。だから、こんなさ、なんか、その、携帯カバーとかいらねえよ。花火じゃあ一発くれりゃいいじゃん。なんで花火一発投げねえんだよ、じゃあ。うん。思うだろ。だったら花火くれよって。アホすぎるだろ。世の中そんなうまく回らないとか、そんな世の中のルールなんか知らないから。うん。全然興味ねえわ。俺がやりたいようにやるわ。うん。うまく回るとか回んねえとか知ったこっちゃんよ、俺からしたら。世の中のルール、和道の放送、和道にしたら俺がルール。和道が世界の中心や。いやいや、なんつうんだろうな。なんか、それって思い込みでしょって子供の頃から考えて、常識とか、社会性とか。で、結局32年間こうやって生きてこれてるわけよ。マイルールで生きてきて。全く問題ないわけ。だから俺知ってるんだよ。その世の中がどうとかいうやつとか。世間がどうとかいうやつって、ただそいつがそう思い込んでそうやってるだけであって、で俺は俺に従って生きてきてうまくいってるから、なんかそううまくいかないルール俺に押し付けんでやめてくんねみたいな。なんか俺別に生きてこれてるから、なんとなく。だから人のルールに従うつもりなんか全くないし、うん、勝手にやってればいいんじゃんみたいな。よ捨て人だから基本的には。世間様とあんま関係ないところで生きてるから、そう思いません？うん、別に困らないんだもん。だから俺のリスナーさんが俺のことずっと守ってくれてるから、だから守ってくれる人はね、大事にしないと絶対ダメだと思うけど、人としてね。そんな俺のこと守ってくれねえ世間とかどうでもいいよ。70億人がどうなったって俺には関係ねえもん。70億人のね、どうでもいいやつよりも、俺は4400人のリスナーが大事。フォロワーが大事だから。だから俺のことフォローしてない人が、なんかとやか、あ、4200人か。4200人にだけやってるから。俺は。4200人と楽しいことだけやる。世間がどうとか知ったこっちゃねえよ。俺のせいじゃないもん。
髪は別に染めてないかな。え、俺さ、たけさんさ、あなたが今オナニーやってると思ってんだけど。え、あなたの方がオナニーしてると思わない？誰もあなたの関心なんてないよ、たけさん。誰に向かって言ってんの、外事リスナーは。たけさん自身が今オナニーしてると思ってるけど。何を言ってるんだい？なんかね、女性店員さん殴っちゃったみたいだね。まあ殴ってるの見たけど、あれはまあ逮捕されてもしょうがないなと思ってるかな。ダメだよ、女性に手を挙げたらやっぱりダメだよ。酒飲んで暴れたっていう感じだね。酒飲んで暴れた。日本刀何使う？いや、何も使わないけど。そう、お酒に飲まれちゃったんだよね。飾るぐらいかな。酒に飲まれたらおしまいだよな。配信見えるように飾るかもね、わかんないけど。ああなる前に置物だったから目立ちたくなった。え、新八丁？へえ。どうなんだろうね。外配信用に充電しとこう。
Wi-Fi、バーを詰めてた。いや、あのね、やっちはね、酒癖悪いのよ。酒に飲まれんの、昔から。だから単純に、あの、酔っ払って殴ってるようにしか、俺は見えなかった。やっちはね、いい人だし、あれなんだけど、酒に飲まれんの、ベロンベロンになるのよ。少しのお酒で。だから、あの、事件が起きてる時って、大体酒飲んでるでしょ。やっちょ。だからね、あの、理性がなくなるタイプなんだよ。大学生みたいな感じになっちゃうの。あれ、昔からだよ。だから飲ませた、飲んだらダメな人、ただ単に。だから本当に覚えてないんだと思うよ。あの、警察の証言してる。覚えてないんでしょ、うん、新宿歌舞伎町の飲食店で女性を殴ったとして自称 YouTuber の男が逮捕されました。男は強い酒を飲む動画をネットで配信していたということです。警視庁によりますと現行犯逮捕された自称 YouTuber の大原誠司容疑者は、これね、そこよりもね、もっと注目するべきところは、自称がついちゃったところなんだよ。あのね、これ税金払ってないってことなんだよ。そっちの方が問題なのね。これ、税金ちゃんと納税してたら、自称つかないで YouTuber なの。だから このね、あの、自称のところの方にね、もっと注目が集まった方がいいと思ってる。税金払ってたら YouTuber の大原誠司容疑者になってたんだけど、自称でしょ、うん、うん、その報道用語っていうのがあるの。例えば、自首と出頭の違い、自白と自供の違い、男と男性の違い、被疑者と容疑者の違いとか、いろんな専門用語があるのね。例えば軽傷と重傷と重体って何か知らないでしょ。あと猥褻な行為と淫らな行為、淫らな行為は合意がある場合とかさ、猥褻な行為は同意のある性類似行為だから、フェラのことなのね、猥褻な行為って。だから、あと下腹部を触るのと下半身を触るの違いとか、意外とね、知らない人多いんだよね、うん、あ、例えばさ、全身を強く打っては原形をとどめないほど遺体が損傷してるっていう意味なんだよ。全身を強く打って死亡しましたってさ、あの、ちょっとバンバンバンって当たったって意味だと思うでしょ。違うの、遺体損傷、原形とどめてないぐらい遺体を損傷してる状態を全身を強く打ってっていう使い方したりとか、まあ確かにね、ニュースで言えないよね。原形とどめないほど全身を強く打って死亡しましたとは言えないよね。だからそういうね、ネットの中のいろいろあるんだよ。全部気になる。ネットで調べたら出てくるよ。ニュース用語とか、専門用語とか。うん。いやいや、だから、じゃあ例えば、ちょっと待ってね。自首と出頭の違い。出
当は警察が犯人をすでに絞り込んでいて指名手配をかけた後、犯人が警察に出向く場合が出頭、つまりあの警察の捜査がかいくぐられてる、警察がもう捜査も張ってる場合ね。そうで、 YouTuber と自称 YouTuber の自称がつくかつかないかっていうのは、これ税金払ってるかどうかな。で、自首の場合はまだ容疑を特定できてない、要はあの事件があったかどうかも把握できてない状態を自首っていうの。 OK で、罪を認めるのが自白、で犯行時の状況など説明するのが自供、わかる。だから自供してる段階ね。新八丁は、で男は容疑者として容疑が強い場合、男性はまだ不確定ですよっていう場合、で被疑者と容疑者っていうのは、被疑者は警察などの、となっているまだ起訴されてない状態が被疑者、被疑者かな、あ違う、被疑者とは逮捕されていなくても、あ、疑いをかけられたら被疑者なんだって。で被告人っていう段階になると、起訴された状態で容疑者の段階だと思う、今容疑者とか、下腹部を触るのが尻とか太ももを触った状態で、下半身を触るは尻と太ももで、下腹部を触るは完全にあの指突っ込んでたり、クリちゃんイジイジしてる状態が下腹部を触るとか、で保護されましたは怪我とかがあった状態、無事保護されましたは何の問題もなく見つかった場合、無事保護されましたはセーフなんだね。で保護されましたは何かしらされてる状態とか、やっちょは、前科持ってたっけ？あ、前科じゃなくて、弁当持ってたっけ？弁当持ってたら危ないだろうな。不起訴。俺の予想なんだけど、多分、被害届下げると思う。金だと思う、金。今回の件は。で、多分、キャスバーのその女の子に30万ぐらい払ったら取り下げてくれると思うから、多分、やっちょが30万払って終わりじゃない？で、下げません。やっちょもお金は払いませんって突っ張った場合、やっちょはね、でも、もしそういう事実があったら謝りますって報道だから、金払うっていう意味なのよ。あとは、キャスバーの店員さんが逮捕して、そのまま起訴してほしいっていうか、金払ったらすぐ出れる。弁当はないって言ってた。じゃあ弁当がない場合はね、執行猶予だね。っていうか起訴されるかどうか微妙、だから多分ね10日拘留とか、起訴、要はね金だよ今回の件は。相手が怪我はないっていう風に報道されてるから、殴ったとかって民事じゃなくて刑事事件だから取り下げ関係なく警察、それはね違う、被害届を取り下げるから、警察は動くよ、で動いた状態の、だけど今被害届があるから捜査をしていて20日間、2日間交流してるんだけど、もうだから今金の話で弁護士さんが動いてるはず。まあ30万引っ張れるよあれは、20、30。いや、だから相手が相手だから100とかも引っ張れるし。新八丁稼いでるの知ってるわけだから。だから、叩かれた方はラッキーだよ。新八、いいねだから。本当にいいねだから。いや、50万とか100万って言っていいんだよ。1億って言ってもいいんだよ。まあまあ、10万ぐらいが妥当な金額なんだけどね。俺だったら30ふっかけるかな。
まあ10万ぐらいで手打つのが一番いいんじゃないの。ツイキャス永久追放いいんじゃない。まあしょうがないでしょ、だってこんだけニュースになっちゃったんだから。民事性強くないでしょ、あれは刑事事件でしょ。まあ執行猶予はまあほぼほぼ確定かな。まあ周りが動いてると思うよ、光くんとかその誰かの荒野のリスナーだったら荒野とか、だから間に入ってるでしょ荒野とか光くんが。取り下げてあげてって。だけどニュースになるっていうのはもうメディアが完全に新野っちょは金になるって分かってるんだよね。ネームバリューがあるからニュースバリューがあるって判断してるね、うん、花火ありがとう龍鳳デスマスいらっしゃい。もうこれは完全にもうテレビ局側が「あこいつか」みたいな、またこいつかっていう状態だよ。あこいつ数字取れるんだよねみたいな。だからちょっとかわいそうな気はする。もう警察署も分かってるんだよ。こいつ買ってくれるぞって、この記事買ってくれるぞって、うん、取り下げてあげてっていうのは本当ダメなんだけども、いやダメじゃないよ。っていうか最強の人間全く法律を分かってないんだけど、起訴されたらダメでしょ。被害届を下げるのは全然ありだよ。法律分かってなすぎるよ。っていうかほとんどの傷害事件ってそういうもんだから、誰か殴って出てきたかったら金払えっていうのが普通だから。だからその社長さんとか殴ったりとかする、大変な、なんでかっていうと会社の損害と社長さんの給料とプラス、あれが発生するから、損害賠償じゃないや、なんだっけ、なんて言うんだっけ、名前が出てこないんだけど、要は気持ちの部分って、うん、山口関連って何。ぴょんぴょん、はじめまして、こんにちは。まあだから10万以上と俺は読んでるけど、まあ額は本人によるから、うん、よろしく。いや言うのはダメじゃないよ、被害届取り下げてっていうのはダメじゃないよ、権利としてあるからね。最強の人間が法律を分かってなさすぎ、ダメじゃありません。まあまあまあ10万以下で請求したらアホだね女の子が。これは強気に30って言って全然払う額だと思ってるけど、俺が許すじゃねえよ。示談金って言葉で調べてこいよ。示談の意味分かってねえんだよ。よく見とけよ、最強の人間。示談、示談とは和解の一種であり、双方間で事件が解決したことを確認する。示談の 際には一般的に示談書という契約書を結び証拠とすると。で、示談金ね。示談の際に加害者から被害者に支払われるのが示談金であると。示談金は基本的に示談成立と同時に支払いが行われるが、高額な場合には分割で支払う場合もある。書いてあるじゃん。
で、さっき言ったけど、損害賠償、慰謝料、口止め料とか、いろんなのがあるの。で、この中で、そう、会社に損害が出ちゃうから、社長ぶん殴ると何がやばいって、損害賠償金がでかくなるの。で、慰謝料も高いじゃん。だから、社長とかは殴ったり、その車で引いたりする大変なことになる。やっちょくんのニュースでキャスバーが困ることになりますか？キャスバーが本来新やっちょに示談金を請求できるんだよ。で、100%民事だったら勝つと思う。だけどキャスバーの広告塔だから 絶対それはないじゃん。っていうか、あそこキャスバーの面白いところは、どんだけやってもびくともしないっていう。もうずっとスルーだから。だから例えばそのキャスバー側が怒った場合はえぐいよね。キャスバー側が、まあ歌舞伎だからさ、あそこ。慣れてんだよ。キャスバー側は何にもしないと思うよ。でも経営者が変わったっていうもんな。キャスパーなくなるかもね。ちょっと内紛劇が多すぎる。な、俺はほら、なんだろう。なんだっけ。ヤマトさんとかさ、あと、なんだっけ。インチキ大王とかが好きだったから通ってたのよ。あの辺が経営圏から離れてからあんま行ってない。はい、ケンタンメンはどっち？キャスやったことあるよ。ただ肌に合わなかったっつうか、運営がクソだったから、俺はもう二度とやんないね。今んところやるつもり全くない。まあ、やることがあるかもしんないけど、あんま好きじゃないわ、あそこ。いや、だから虚偽通報で何にも悪いことやってないのに、閲覧2、300、オープンからずっといたんだけど、ずっとおすすめ規制かかってんの。で、何？意味わかんないじゃん。2、300呼べてたんだよ。初っ端で。だから、もういいやと思って。旅配信なんかやんないよ、俺。何言ってんの？やらないけど。いつやるっつったの、俺。やらないよ。だから運営が虚偽通報に対応してくれなくて、ずっとおすすめ規制かかってるから、クソだなと思って。だからもうやんない。いや、あぐらかいてんでしょ。レベル50とか余裕でいくと思うよ、俺。基本的に嫌なんだよね。配信者を守らない、あぐらかいてるサイトに、仕事しないサイト嫌いだから。腹減った。
今朝食ったすき焼き弁当がうまかったからすき焼き食いたいな。朝食ったすき焼き弁当めちゃくちゃうまかったわ。家ですき焼きやりたいけど、めんどくせえ。覚えておけよじゃなくて、お前が俺に命令する立場ではないから、覚えるか覚えないか勝手に決めるわ。お前うざい。うざいよ本当に、うざいマジで。何様だよっていう、俺からしたら会ったことない人だから、なんか偉そうにされるのすげえ腹立つんだよね。偉そうにするやつ嫌いなんだよ。偉い人間が、偉い人間はこっちが勝手に決めるから。そう、気分悪い。なんで命令系なの？なんで会ったこともない人間に命令されないといけないんだろう俺。いや、会いたくない、興味ない、お前に全く興味ない、うん、会うわけないじゃん、うん、いや許すとかじゃなくてめんどくさいわ、うん、イライラさせないで、うん、うざい絡みをしてくるやつ俺基本的に嫌いだから。許す許さないとかなくてイライラする、お前との絡み。だから人をさ、イライラさせてさ、とかさ、わざと尖った言葉を使って人の注目を集めようとするやつって、俺って、その、人間として魅力がないから、そうやっちゃってるんだと思ってるのよ。本当に、面白いことを書ける人って、別に普通の文章で別にアイテム投げなくても、普通に面白いことを書ける人っているんだよ。で、そういう人間って面白い人間だからなの。で、自分がつまらない人間なのを棚に置いといて注目を集められないからって、そういうなんか尖ったこと言ったりする人間で俺ダメなやつだと思ってんだよ、うん、そんなつもりないんだったら余計に自分を考えた方がいいよ、うん、つまらないからコメント拾われないし、つまらないから人をイライラさせることしかできないんだよ、うん、
面白い人間は何書いても面白いから、普通にしてても面白いから、本物は。何、どこいんの？ゴールデンウィーク？リア充だな。動物園が有名な旭川。ああ、はい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 、旭川動物公園だよ、うん、今来た人間に何か俺が説明することはありません。今来た人間に何で俺が何かを説明しないといけないの？勝手に調べて。今日いい天気だよね、最高だよね、沖縄みたいだよ東京、うん、今日はいい天気だわ。あ、本当に九州もいい感じ、うん、愛知は寒いんだ。今日はやばいよ、すげえ気持ちよかったよ外。柏餅美味しいからね、のんちゃんも大好きなんだよ、柏餅とか草団子とか、うん、柏餅ってなんで食べるんだろう、なんかあったっけ、子供の日、子供の日かに食べるのあれって、うん、あれ美味しいよね、うん、柏餅食いてえな、いいね。スーパーで売ってなかったね、売ってなかったね。いや、明日でしょ、5日でしょ、そうか、うん、大阪やけどちょっと肌寒いで、小麦粉アレルギーだから和菓子は助かる。あー、小麦粉食べれないの、マジで。パンとか食えないの、甘餅ちゃん。小麦粉のアレルギーきついな、はい、ありがとう。お米パンとか食べる、お米パンっていうのがあるんだ。俺こしあん派なんだけど、生まれた時からこしあん、こしあんうまいよね。粒あん
粒あん許せねえな。粒あんあんまり。俺はコシあんの方がポテンシャルはずっと高いって言い続けてる。コシあんだよねやっぱりね。粒あん、うん、おい留守、粒あん派なの、うん、なんで考えられないんだけど。俺あんこを食い続けて32年経つけど、まあいろいろあるよ。うどんからそばに変わったとかさ、肉から魚も食べれるようになったとかさ。粒あんはなんかテンション下がるもんな。だ全部こしあんだって。すべてこしあん派だって。だって冷静に考えて、こしてるから一手間かかってるわけですよ。粒あんって手を抜いてるわけですよ。わかる？あんパンもこしあん、もうこしあんだよ。だって手間がかかってるってことは美味しくなってるわけだから。わかる？こしあんだよねみんなね。わお、うん、やっちょ逮捕された。でも動画見たけど、あれは逮捕されてしょうがないと思うね。女の子殴ってるから。栄養ありそうじゃん。で原材料は変わんないわけだから栄養なんか何もすりつぶしてるか半端にすりつぶしてるかだけだから。うん、こしあんだよこんなの。別に嫌いではないよ粒あん。こしあんだよね。うん、栄養がありそうって思う。頭おかしいよ本当に、うん、ただ今こしあんって言ったやつは全員デブだと思うけどね多分なんだけど、俺こしあん派の人は全員デブだと思ってんの。デブでしょみんな俺わかるんだよね。これで粒あんの人って結構痩せ型の人多いんだよ。正解でしょ。腰あん派はデブ多いんだよ。なんでなんだろう。何派って。腰あん派じゃない、うん、甘ければどっちでもいい。いや俺は腰あん派だね、うん、昔から。うん、髪なんか変わった。うん、アン好きなら全員デブか。粒あんどうなんだろうね。こしあんですがすごく痩せてる。違うのか。ただ和道リスナーにデブが多いだけなのか。俺ぽよぽよだよ。俺はぽよぽよ。つぶにゃんの話してないよ。つぶにゃんとか知らないよ俺。これいいでしょ。これは結構かっこいいアイテムだよね。絵になるよねこれ。絵になるよね。味噌あんって何？俺聞いたことないんだけど。味噌あん知らない。うん。いやいや、ビジネスバッグじゃん。ビジネスバッグだよ。かっこいいでしょ、うん、しかも全部本革の一点作りだから、ほら革を一切使っ、布一切使ってないから、全部本革、職人さんの一点一点。この色はなかなかないっすよ。もうね1年間経ってやっといい色になってきて、もうねタグの色がね最初の色なんだけど、
光沢も何もないでしょ。色、味もないし深みもない色だった。使えば使うほど良くなる。ほら色合いが、深みが出てきたね。これはね30年使える、つまり一生ものってやつですね。これ6万ぐらい。いやこれね5年6年目から急激にかっこよくなるよこれ。5、6年使わないとこれは。いやこれは黒く深く黒ずんでくるんで、これはいいっすよ。今まあ財布で言うとこんな感じなんだけど同じ革ね。あのこれが新品、これが何年使ったんだろう、3年ぐらいかな。だこういう感じ、こう同じメーカーなんだけど、最初こんな、あもう本当のランドセルみたいな感じの、使っていくとこうなっていく。これだね。だから黒くなってくんだよね。まだここまでいってないけど、革はだから時間経てば経つほどかっこいいから、ここまでねクタクタにさせたいよね。革は全部そうだよね。これとかもそうだし、うん、そうそう、年取るのが楽しみなんだよ。で30年間ぐらい使うとこうなんのかな。なんかさ、資料館のさ、戦争中に使われてましたみたいな、日本兵頑張ってましたみたいなさ、かの戦争で活躍したあの何かみたいな。あ、飲んでんの KP、 いいよね。うわこれ、これは最高。これは相当20年かな。これはかっこいいでしょ。思ってたらここまでいったらかっこいいな。いやだから日本人は昔はいい製品作ってたんだよ。キャメルでもかっこいいよね。うん、しかもね、あのちゃんとあのなんつうのメンテナンスしないと出演できないんすよ。ありがとうございます。大花火ありがとう。お疲れ様です。匿名さんありがとう。出演したいんすよ、うん、そうなんです。パン焼けた、ありがとう。メープルシロップいる？いらない、そのまま食べる、はい、のんちゃんも食べれば、うんうん、マフィン焼いた、うん、そうそう、ワックス使って、うん、あざまーす。見えたって何が、うん、うまそうね。マフィン、マフィン、マフィン、いただきます。っていうのは1ヶ月に1回、ワックスの塗り込み、まあ、最低でも俺は3ヶ月に1回だと思ってるな。もうすぐダメになるよ。暑さ対策なんかしないよ。うん、うまっ。うん、うん、暑い時は汗かきゃいい。うまいね。あ、うまかったね、フレンチトーストね。ここのメーカーのバッグ、あのたまにサラリーマンでいるけど、やっぱかっこいいよ。あの何年も大事に使ってるサラリーマンとか見るけど、とんでもなくかっこいい。ね、すぐわかる。
女性もののバッグとかもいっぱいあるよ。女の人がねつけてるとね、なんか森ガールっぽくなんだよね。そう、かわいい。下手なブランドものより全然いいよ。俺のバッグの茶色バージョン出てきたね。これが色違い、これ俺と同じやつでしょ。これがチョコっていうやつ、ここのメーカーは5色から選べるの、革を。これはチョコだね、緑、赤、黒で、こういうやつとチョコと黒、あ、ランドセルも作ってるよ。なんか小学生とか、なんか麻布のセレブの小学生とかつけてる。赤いいでしょ。こんにちは。緑もまあなんか独特だけどな。これが一番売れてる色。これ俺と同じカバン。で、カスタマイズもしてくれるよ。ここの色だけ赤くしてとかやってくれる。あ、一点一点手作り品だから、それオーダーメイドでやってくれるの。一着30万とかですからね。多分ね、あの一着30万のオーダーとか鉛とか入ってるはず。シワがつかないようにワイヤー入れるんですよ。仕立てがすごい綺麗で、まあ一国の大臣とかね、総理大臣クラスか、青山の服とか着てほしくないよ。じゃんじゃん金使ってほしいよ。これはね、メンテナンスしなかったから割れたんない。これはあの使い手が悪い。あのところどころ皮がひび割れてる。これはだからかわいそう。ブログ書いてる人は恥さらしてんだよ。ほったらかしてきた証拠だからこれ。これはメンテしてるね。これ買おうか迷ったんだよね最初。リュックさ、これこそランドセルだよ。やっぱね、持ち手を選ぶ。いいもの、いい道具はね、使ってる人を選ぶ。いや、革は
この会社が勧めてるのは植物油の、あの簡単に言うと浸透がしないやつ。俺は逆に早くクタクタにするために動物性ワックスを使ってる。だから会社が勧めてるワックスを使ってたら多分 ここまで振動するのに3年かかってるはずだ。これはわざと動物性でガンガン油詰め込んでんの。まあ磨くだけっていうよりも塗り込んであげるのね。あの簡単に言うと皮って水分と油分のバランスなのよ。で水ダメだと思ってる人いるけど水分もないとダメなの。だから水で雑巾とか布巾柔らかい布で絞ってでこう全体的になじませてでその後膜でコーティングする感じ。水分と油分のバランスなの。でどっちかが欠けると皮はダメになるの。でさっきのやつはあのなんでこれがダメかっていうと明らかに乾燥してるでしょ。つまりワックスでコーティングしてなかったのがもろわかるの。これひび割れてんのよ簡単に言うと。この辺の表面がだからメンテナンスしてこなかったのがすぐわかる。これはいやこういう風に割れていくの。バキッとこう折りたたみの部分はシワになってるでしょ。ここここここで持ち手の部分は手の油なのよこれ。つまり手の油でここまでなってるのに普通の表面こうなってるってことはこの人はバッグに対する愛着ないのよ、うん、普通に磨いてる人だったらこれも磨いてない人だね。ほらここがかすんでる。要はぶつけてるところがくすんでいって普段使うところがくすんでだから自然にほっといて経年しちゃってる感じなのこれ。だからこれは俺は持ち、あ、しかも一回取り替えてるでしょここ。だからこれダメ。使い手がすぐわかる。でこの人は本当に愛情を持って使ってる。だからこういうなんつうの ものがいい、いいなんかこう魂が宿ったようなさ深みが出るのよ。いやかわいそう。この人は本当にバッグ好きなんだなっていうのが伝わる。このバッグを何十年も磨いてちゃんとメンテナンスして大事に使ってきたっていう。わかるよ。だからあのホテルマンとかやっぱこういうところ見てるよ。だから高いもの買えばいいってもんじゃないのよ。高いもの買ってもダメなやつが使ったらダメになるのよ。これなんかもうとねちゃんとメンテナンスしてるのよくわかるよ、うん、そうそうそう。癖のつき方とかやっぱ人によるから。あこれも最高だね、うん、これなんかもう大事に大事に使ってきたろうね。いや伝わる伝わる全然わかる。すぐわかるよ。性格が出るっていうのかね。本当に皮を育ててるっていう言い方するよね。やっぱ育てるっていうか。あーこれなんかこうなるかんね。だからさ最近のこういう風な加工で売られてるじゃん。こういう加工モデルっていうの沈むんだよ皮がこうクタッと。これは使っていくうちにそうなるんだけど。だから本当に財布好きな人とかはさあの札以外入れないよね。カードはあの変な跡がつくから。俺はガシガシ使い倒す派だけど。これも綺麗に使ってるね。半年に1回のメンテでここまでなってるんだよ。なんとも言えないいい味出すよな。多分ここにさ肩にかけてここに手置いてたんだろうな。これも愛情あるね。これはいい使い方して。ここに多分腕引っ掛けてんのがよくわかる。
俺の赤はここまで深くしないな。でもね、俺ね、このバッグに関してはね、やっぱりそのみんなダメとかわらとかダッセーとか言ってもう爆笑したの、みんな買った時。ただね、俺嬉しかったのは便所さんがまず食いついた配信会で、ワド、そこのバッグのメーカーどこって、めっちゃかっこよくないって言って、やっぱり分かってるなと思った。え、何そのバッグっつって、どこで売ってんのそんなのっつって、便所さんが一番最初にかっこいいって言ったの。そしたらみんなの評価変わったから、あ、そんなもんだよなっていう。便所さん一発で食いついた。みんなにバカにされてたけど、便所さんだけ、え、何そこのメーカーかっこいいねって、めちゃくちゃ物いいじゃんって言って、でそっから評価上がったから、だからそんなもんだよ、目利きができない。だからかっこいいやつとか分かってるやつにだけ分かればいいと思ってるから。そう、分かってる人は言う、説明なんかいらない、分かる人には分かる、で分かんねえやつには分かんねえ。便所さん川とか好きだからね。バーガー19個ありがとう、そうそう、ありがとう。でね、あのね、10万ぐらい超えたんだけど、これはやばいと思ったのが、バッグなんだけど、リュックか。すげえかっこいいの見つけたよ。もうね、ほんと映画みたいだなって、映画のセットみたいだなっていうのがあるの。1個。くっそ高えんだけど、あれどこだったっけ、あれないな、旅人用のバッグがあるんだよ、旅人用のバックパッカーのあの本革みたいなやつなんだけど、くっそ重たいの。バックパッカー絶対これ背負わないだろうっていうさ、あのバックパッカーのでっかいバッグあるじゃん、あれを本革で作ってるさ、この会社ね結構ハズレ商品ガンガン出すの、なんか結構攻めてる会社で、なんか職人に遊ばせたりするのよ、なんかお前ちょっと企画やってみろみたいなノリなんだろうけど、だから外れ商品が結構面白いよ。ないな、 あもう多分売り切れたんだろうな。なくなってるわ、あれ好きだったのにな。なんかそのバックパッカー用のバッグみたいな、だ結構ね、痛い商品も出してるんだよ。これとかさ、痛いじゃん。これ10万すんの。で、背中こうなってんの。これ攻めすぎでしょ。ここのメーカーの社長面白いんだよ。若手に結構尖らせた商品作らせて、これ10万で買わないでしょ、誰も。服なのかバッグなのかもはやわからないっていう。アホだよね。服なのかな、ベスト型着るカバンっていうコンセプトらしいんだけど、これ俺すぐなくなると思うよ。着るカバン、これ俺似合いそうだよね。すごいコンセプトだよね。これはこれ買うの、そうそう。買うの。これは9万、しかもね、値段も尖ってるんだよね。9万8000円だから約10万。赤もあるよ。赤も、チョコも、グリーンもあるよ。これだけど、なんだろう、バイカーとかいいかもね。バイカーとか、あと、なんか、ハイキングとか、なんつうの。そういうのにはいいかもしんないけど。これ10万で勝負しすぎでしょ。これ10万だよ。いや、俺はいらない。これはさすがに俺もいらないと思った。うん、おはよう。これはさすがに俺もいらないね。
さあ、もっとね、でっかいのがあったんだよ。ああ、チャリンコとかいいかもね。なんかすげえなって、よくこんなバックパッカーのね、やつ、リュックサック作ったりとか、結構尖ってるんだよね。ないなぁ。女の子とかこういうの可愛くない？女の子とか。いらない。さすがに俺は着ない。俺もいらない。女性用の商品結構あるよ。これとかもう完全に男向けに作ってないよね。女の子向けだと思う。ただね、女の子にしてはちょっとごついんだよ、ここのメーカー。重たいの。別に可愛いんだけど、ちょっとね、ハードル高いと思う。女の子にしては。創業者限定モデルとかもあるんだ。あ、ボストンバッグ、これ。いや、かっこいいじゃん。これ、長渕剛絶対欲しがるでしょ。これ、誰か長渕剛に送ってあげて、これ。これ、絶対長渕愛用するでしょ。どう？ボストンバッグ。あ、ボストンバッグじゃないか、これは。ボンサックって書いてあるわ。重い。ボストンバッグはもっと横長か。うん、ボストンバッグ売ってるかな。ボストンバッグあったわ。ほら、長渕剛喜ぶでしょ、これ。これは長渕剛喜ぶでしょ。ボストンバッグは横型だからね。うん、これね、事務所は渋谷。渋谷っすね。レディースバッグ見てみようか。女の子用。女の子は多分柔らかい素材だね。まあまあまあ好きそう。でもなんか若い子向けのデザインではないからな。やっぱ30、40の方が似合うよね。こういうしっとりした、これとか可愛いね。のんちゃん似合いそう、これ。ね、普段使いに。でも俺は財布もここの使ってんだけど、いいよ。俺はね、あのケツに入れてる財布どれだっけな、5000円だったかな、これだ。俺が使ってんのはどれだ、俺が使ってる財布はファスナー、あれねえな。これか？違うな。あれ？俺のやつない。5000円。これか。これ。俺の財布これ。これの赤。うん。そう。で、中にコインケースが入って、お札入れたたんで、カード、お札、お金。これは、なんか、なんだろう、ちゃんとしたメインの財布じゃない、サブ財布みたいな、コンビニ行くときとかすごい便利だ、うん、ポケットに入るから。もうこれはバカ遣いしようと思ってて、俺の財布これだね、うん、これこれ。ベルルッティ手に入れるまでのセカンド財布にしようと。前さ、ダンヒルのさ、バッグみたいなやつだったんだけど、財布ここにあるでしょ。これこれ、色もだいぶくたってきて、光がね、ちゃんと革メンテナンスしてるから。こっち側にカード入れてるから型ができちゃってるけど、いい感じにテカテカしてるね。いや、俺はね、これはもうバカ遣いしようと思ってて、あの、なんつうの、逆にそのカードとかも、なんつうの、使い込んでる感出そうと思ってる。これは丁寧に使う財布じゃないと思ったから、
高級品じゃなくて、なんかこうなんか普段使いにこうぐっちゃぐちゃに使い込んでる感じ出そうと思ってるから、これはもうポケットに入れて肩壊すぐらいにやってる、雑に扱う財布だと思ってるこっちは。ライター、小物とかもいろいろあっていいよな。はい。なんかさ、あの人の顔の皮であの作ってるバッグを便所さんが持ってんだよ。そうだよ。いや怖いよ。メンゾさんいいの持ってるよ。あれ本当の人間の皮じゃないよ。だけどあの本当の人間の皮 に見えるバッグね。これメンゾさんが持ってて、これメンゾさんがポーチにしてるやつ。尖りすぎるだろ。そう。これも一点一点のオーダーメイドなんだけど、うん。この革をこういう加工をして売ってる人がいるの。職人さんでもう手作りなんだけど。すげえよな。これあれだよ、便所さんのポーチだね。これあのなんだろう、帽子にしたりとか。いや子供泣くよね。なんかこういうアイテム見つけてくるのうまいんだよね便所さん。これは便所さんだから使いこなせるっていうのあると思う。便所さんのタイプこんなんだったかな。便所さんの腰こんなんがついてるんだよ。怖いよね。うん。やばいよ。でも怖いよ普通に。でなんか自分の好きなタイプに結構融通聞かせてくれて、こういう風に作ってくださいって言うとやってくれんの。便所さん好きなんだよね、ドクロとか。こんなん怖えもんな。こういう、こんなん持ってきた人と商談なんかできないよね。サイコパスだよ、サイコパス。これジャケットもあるらしいね。いや、だから結構なんか尖った商品ってあるよ。一点ものの。しかもそんなに高くないんだよねこの人。まあだけどもう 3,4 ヶ月待ちとか、下手したら半年待ちぐらいじゃなかったかなこの人作品。売れっ子なんだよねこの作家さん。よく見つけてくるよな。なんかこういうおしゃれアイテムを知ってるっていうのは配信会で多分トップレベルにおしゃれだなと思うの俺便所さんだね。そう、便所さんおしゃれなんだけど尖りすぎてるとは思ってるけど、あの便所さんしか着こなせないでしょみたいな。そう、便所太郎さんだけでしょっていうツッコミは置いといて、うん、便所さんはトップレベルにおしゃれだと思うよ。あと便所さんのベルトって柔道の黒帯なのよ。
自分が柔道持ってる黒帯をハサミで切って縫ってバックルつけて柔道黒帯をずっとつけてんの。うん、ブラックベルトずっとつけてますよ。だからおしゃれだよな、小物 DIY も得意だしね、ベンジョさんは。茶帯とかだったらウケる。だからまあそれアイディアだよね。柔道の帯は切れないからね。スプリットタンだっけ、ベンジョさんって。え、ベンジョさんってスプタンなの。飽きたんなら去れよ、気持ち悪いな。不愉快なんだよ、タケよ。消えろよ。おめえのコメント読んでるだけでイライラすんだよ。消えてくれ。お前の方が不愉快だよ。飽きたんなら他行けよ。なんでてめえに合わせてこっちがトークしねえといけねえんだよ。考えろよ、バカが。てめえなんて相手にするわけねえだろ。あ、スプタンなんだ、ベンジョさん。そうですね、赤いバッグ、いや、アイドル系ホスト系とかキャスバーで何人も見てるけど全然かっこよくないよ。嘘っていうよ、びっくりするよ。俺何人も会ったことあるよ。失笑レベルだよ本当に。なんだっけ、ノックとかいうやつにも会ったことあるし、笑うぜ本当。でもこれマジでこいつを囲ってんのっていう。なんならブサイクなの、なんならめちゃめちゃブサイクでビビるよ本当に。いや闇深えと思ったもん。こいつにキャーキャー言ってうん百万つぎ込んでんだみたいな。キモータの金髪のロン毛みたいなやつだよ。笑うよ多分みんな、大爆笑すると思うよ。闇深えよ本当に。いや笑、もう本当に俺もう爆笑しそうになったもん本当に。こんなやつがなんかオラ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 して花火もらってるんだみたいな。囲ってる女すげえなみたいな。アイラは普通にイケメン、アイラぐらいじゃないの。やっぱだからアイラはごま、だから
だから王様なんでしょ。いや、お笑い芸人のホストのコントみたいな。ヒロシですと何ら変わんない。いや、マジで多分見たら引くレベルだよ。なんか闇、もう闇が深い感じ。え、これ知ってて貢いでんのこれ、みたいな。大丈夫かみたいな。ていうか、テルの方がよっぽどイケメンだよ。テルとかサプリくんとかアイラの方がよっぽどイケメン。だから顔出してないっていうことはもうお察しなんだよ。うん。あの、変な話だけど、俺の方が全然かっこいいと思うよ。もう、それが、笑うだろ。俺の方が全然かっこいいっつって、お前そんなわけねえだろ、笑っていうレベルでしょ。実際見てごらん。笑うから。いや、本当だったわ、みたいな。俺が、だから金髪でロン毛で、何々ちゃーん、みたいな。本当にキャラはあんな痛いやつの。爆笑するでしょ？いや、アイラの年齢は知らん。36って言ってたね、俺には。37って言ってたかな。36？まあ本当にかっこいいんだったらホストやってるわな。顔出ししてないっていう時点でお察しだよな。うん、バカが釣られるだけだよ。あ、ふわっちゃん28なんだ。え、でもこの前ふわっちの通話でお前いくつになったのって言ったら36っつってよ。1000万稼いでんだからいいだろう、全然。36でさ、ネットでさ、4時間ぐらいさ、お前ら、花火ありがとうって言ってるだけでさ、1000万稼げんだよ。恥ずかしくないでしょ、全然。おい、ワード、ひよってんのかよ。とか言うだけで、花火上がるんだよ。KP って。俺もやりたいよな。楽そうだよね。ねえ、羨ましいでしょ、普通に。ありがとうって言ってりゃいいんだよ。胡蝶蘭かけて、爆音で。あんな楽な仕事ないでしょ。まあ、イケメンに生まれるとああなるんだ。やればいいじゃん。俺がやったところで痛いやつ。俺がお前花火ありがとうっつってファンタスティック上がるか。いくらでもやってやるよ、そんなもん。胡蝶蘭かけて。アイラは顔がいいから成立してんだよ。俺がやったらただの痛いやつだ。何なのこれ。意味が分かんないんだけど。いや、かっこいいじゃんじゃなくて、なんで俺の写真の素材で遊ばれてるの。なんでちょっと、なんつうのこういうの。強そうじゃないよ。なんかフードっつうか、なんつうんだっけこういうの、あのイスラム教みたいな。なんか何なのこれ。人の写真で勝手に遊ばないでよ。ゲームのキャラみたいでかっこいい。アサシンっぽいよね、ちょっと。うん、何なの。何遊んでんのみんな、勝手に人の写真で。
あ、運営さんに聞いてみたらいいと思いますよ。カレーライスと鯉のぼり何なのかって。肖像権なんかもう生主やった時からないと思ってるから俺がどれだけ素材にされてきたか。まあ一番はうなちゃんまんとゆいがさんだと思うけど、俺らに肖像権なんかないよ。諦めてるよ。無断転用されまくってるからね。肖像権は諦めてる。もう勝手に使えばいいと思ってる。怒る気にすらね。じゃんじゃんやればいい。俺をおもちゃにじゃんじゃん遊べばいいんだ。ジャポニカ学習帳でしょ。キャスバーって6時からだっけ、てかなんで鮫島さんキャスバーに昨日いたんだろう。すげえ珍しくない？うん、俺めちゃめちゃ細マッチョっすよ。ほら腹筋バキバキ。僕は細マッチョっすね。最も憧れる体をしてるの。女の子が多分一番好きな体型でしょ、ボクサー体型。女の子はこの体型が一番好きだから仕上がってるねっつって捨て頃前だからね。うん、じゃあ本当にもう暴れ痛くてさ、これ治んないってやばいんだけど、マジでこれどうにかなんねえかな。咳するたんびに痛えかんな。病院行ってない。ドレさんも言ってた、あばらはもう行ってもしょうがないってもうほっとくしかないんだって。いろいろ教わったよ、なんか飲み薬なの塗り薬なのコルセットなの。なんか薬局とかに1000円であのなんつうのコルセットっつうかなんつうの布で締めるやつが売ってるんだって。もうそれ巻いて紛らわすしかないんだって、いや僕はねこのボディを作り上げてきたんだよ。淡々と何もしないことを実践してきたから、鍛えないことによって作られるボディだから。あんなさ逆三角形の元プロとさこんなさニートボコして何なんだよ本当に。花山薫ね、そうだねよく言えば花山薫だよ。ライオンは筋トレするかっていうね。花山薫っていうキャラクターがいるんですよ、グラップラーバキっていう格闘漫画の中 でヤクザなんですよ彼は、花山薫は。で一切のトレーニングをしないんです。一切捨てもうトレーニングを排除してるんです。強く生まれすぎたから強く生まれすぎて鍛えるのはハンデだ、もう強いのが卑怯だから、もう鍛えるやつは弱いやつは鍛えればいいと。俺はもう強いから、だからライオンは筋トレしないでしょっていう理屈ですよ。あ、花山薫でね、あの歌舞伎町のヤクザがモデルなんですよ。なんつったっけな、尾形 K だっけ、なんだっけな、花山薫のモデルって誰だっけ、花形 K かな。うん、あの実際そういうヤクザがいたんですよ。そうそう捨て頃、
あの武器持たない喧嘩師、花形圭さんだね。捨て頃最強。どこだっけ、安藤組だっけ、安藤組のナンバー3だっけ、うん、でもドレさんにもやっぱ同じだ、だんだん分かってきたな、ボクシングのこと。あの前回のスパーリングの課題、ドレさんと俺がこれ直さないとと思ったこと、ドレさんが言ってること全く一緒だった。フリッカーダメと、あの後ろに下がったらダメっていうのと、やっぱピーカブー、ピーカブーで頭振る、頭振る、前に出る前に出る、あサイドステップがないのが、うん、サイドステップ取り入れるっていう、本当にね、サイド、あのね、ミット打ちとかね、あのサンドバッグで普通にやってるとね、サイドステップってないんだよ、その回り込む技術っていうか。サイドステップかなり強くなんないと負けるね。左右左右ってもうキュッキュキュッキュ動き回らないとね、至近距離で。どうしても正面にねドンって立つ癖があるから。いや、あのね、基本っていうか応用というか、基本はサイドステップしないといけないんだけど、サンドバッグあるじゃないですか、ぐるぐる回ってトレーニングとかしないじゃないですか、本当はやんないといけないんだけど、やっぱりね突っ立ってボンボンってやっちゃうんですよ。だからそれをねキュッてやってボンとか、キュッボンって、その動きながらサンドバッグ叩いたりとか、動きながらっていう、その本番の動きをしないとダメなんですよね。うん、いやトレーニングできません、はい。あのそれくしゃ咳とかくしゃみで激痛走ってるのにトレーニングなんかできません、はい。インファイト得意な相手とインファイトやるんだったらもうとことん殴り合いっすよ、うん、最近っていうか違うんですよ、あのインファイトって思いっきり振って打つスタイルだから、マススパーとかに向かないっていうか、前段強打になるトレーニングじゃないですか。だからマススパーだよって言われて初めての相手だったから、その距離取るボクシングになっちゃうんですよ。だからあれがダメだった。要はマスだよって言われても、あれその持ち前のスタイルでやるべきだったんですよ。だから俺がそのボクシングの、その格闘技のなんつうんですか、理屈っていうか暗黙の了解みたいなの分かってないから、だから普段練習してないのでやっちゃったの。そうだからそれは負けるわっていう。だからピーカブーでちゃんとやればよかった。でもさ、ピーカブーでマススパーってね、えこの距離で戦うんですよ、ピーカブーって。うん、やってないことやったらそれは負けるわな。最近たまにっていうか、あの前回の便所さんの時はもう、だからはっきり言って、だからポチエムとかテルとかみたいにはできなかったよね。あの日は調子良かったっつうか、基本崩さずにやったから、練習してきたことをやったけど、やっぱり練習してきてないことをやっちゃうとどうしてもダメだ。いや俺は頭バッティング上等でやってる、正直、うん、相手がかがんできたら思いっきりぶつけるぐらいの勢いでやってる。多分ぶつかったら多分相手は頭切れると思うよ、うん、頭がつくぐらいの勢いでかがみ込んでるから、うん、ごちんだろうね。全部ここで受けてるからパンパンだもん俺、この辺。
格闘技も芸術か。運営さんに聞いてください。相手は練習とか配信しだしたかな。いや、もう多分ね、やらないと思う。もう俺正直やらないと思ってて、っていうかね、和道リスナーはね、ふざけんなって煽っていいと思うよ。あれ、お前やる気あんのかよっつって、されよって。もう俺は普通に怒ってるぐらいだから。ネタとかじゃなくて、マジでやる気がなさすぎて。ていうか便所さんもあんなんクビにすりゃいいんだよ、本当に。そう思わねえ。便所さんあんなんクビにすりゃいいんだよ。あんな俺おあのねもうイライラするな。やる気ねえんなら来んなよ、本当に。バカバカしいよ。一切練習もしない、一切話題にもしない、一切動画すらアップしない。もうやる気なくなる、バカバカしい、本当に。いや、だからふざけんなって言うべきだ。頑張ってるなんて知らねえよって。盛り上げる気ねえなら去れよ、ゴミが。だから一生裏方なんだよ、あいつは。だから一生駒使いしかできないし、金魚の糞しかできないし、だからカソナム主なんだよ。おい、ペニーとやりてえわ。ペニーの方が全然面白いし、全然盛り上げてるし。売名させる方の身にもなってみろよ。いや、腹立つでしょ。いや、うちのリスナーも文句言っていいと思うよ。ゴミが、っつって。お前配信者か、それでも、つって。やる気ねえんなら和道と絡むなよって。いや、あるんだよ、契約書に書いてあるんだよ。あいつはルール違反してんだよ。だから怒ってんの。かけてみるかっつうかね、もうダメだと思うよ、あれは。配信者としてもダメ、才能がない、まるで才能がない。で、だから盛り上げる気ないんでしょ。全然痩せてねえじゃねえかよ。 本当に5キロ痩せたの？ちょっとこの写真面白いな。絶妙なオバショットだからな。遠近感が狂うな、なんか、この写真。絶妙、これおばさんが撮るとこうなるんだよな。絶妙なオバショットだよね、これ。これは面白い。被写体がどこに向かってるのかわかんないもんね。どこにフォーカスしたらこの撮り方になるかわかんない。これぞオバショット。すげえなー、才能あるなー。ただのおばさんだからな、もう。 どうも。そう、弟子の宣伝タイムを。弟子が頑張ってますよ、今。じゃあ解放だよ、今の。解放で。いや、解放。
んで これ面白いな、これも面白いな。あれ何、マスク剥がしたの？みどりさんマスク禁止令出たの？ NHK 国民を守ると久保田学ぶ、何これ、くっそ面白いじゃんおい笑わせんだ、痛いんだってあばらが。みどりさんずるいって、これはなんで散髪しないの、汚ねえよやり方が、汚ねえよみどりさん、なんでロバってんだよ、汚ねえよやり方がよ本当に。いやだからびっくりするでしょ、俺は知ってたから、このなんつうの、年の取り方を、誰だか分かんなかったんだって。俺普通にお疲れ様ですって野田総理に言ったら、この人がお疲れって言ったんだよ。誰って言ったら、誰じゃないよみどりさんだよって言われたの誰じゃねえよお前ワード、みどりさんにお前失礼だろって言われたみどりさんかと思って、うん、いやー面白いな、ずるいわ、ポリヤキさんだよただのポリヤキさんだよ。あ、初めて見たんだ。俺何回も見てるけど、何回見ても違和感あるよ。いやこいつも才能あるな、ほんと腹立つわ腹立つわ、なんだろうこの、なこいつムカつくな、腹立つな、なんかな、何エンジョイしてんだよ、全然痩せてねえかんな、いや天然のオーバーショットでしょ、だって遠近感がおかしいもん、これキャブってるからこのサイズになってるけどどこを撮ってるの本当に、なんでおばさんがさ写真撮るとこうなるの、センスないやつの写真って絶対こうなるんだよ、うん、こう意図が見えないというか何も伝わってこないんだよね、しかもこの3枚ピックアップもよくわかんないし、誰が撮ってるのかもわかんないしさ、トリミングしろよ、ここいらないんだよ、こっからしていらないんだよ、でこれが撮りたいのか、この奥行き出したいのか、ここに被写体合ってるとしてもセンターになってないし、もう要はこれ撮っていいのか、道路のこっちを撮っていいのか、これ撮っていいのか、これ撮っていいのかわかんなくなってるからこういう構図になるんだよ、下手かよ、うん、下手か、だね、あの意外とプロカメラマンってやっぱり1点だけなんだよ、そうここにフォーカスして、でメタファーとしてここに何かがあるとかちゃんとしっかりしてんだよね、構図が。だからこの写真から何も伝わる、なんつうの、ぼやけるというのかな、どこを押してるのかが分かんないんだよ、どうしたらこの画角になるんだっていう、そう構図の意図がわからない、そうそうそう、これを俗に言うオバショットっていうの、おばさんが撮る写真のことをオバショットっていうの、
そう、ただの司会なんだよね。で、有吉いるじゃん。有吉はオバショットをあえてやってるのね。でも海宝の場合意図してやってないから、あのオバショットいっぱいあるんだよね。あ、これとかうまい。オバショットだな有吉は天才だな、やっぱり。うん、オバショットうまいもんね。こういう風になるこれがオバショットね、うん、うまいな有吉、うまいなこういうのな。うん、おばさんの、おばさんの写真海宝、うん、は素でオバショットになってるからな。こういう感じ、こういう感じ。あの、何撮りてんだよっていう下開きすぎ、ここもなんだかちょっとよくわからない。黄金比でセンターにも、あの、なんつうの、白銀比にも何もなってないっていう。これどこに目を向けたらいいんだよっていう。もうこれでしょ、解放のさっきの写真。まさにこれだと思うの。オバショットでしょ、これだよ。あと、こう、そうそうそう、こういうパターンで、あのカメラの位置が見切れてて、こっち側に目が向きすぎてて、あの被写体が雑になるっていうこれも、このパターンもあるんだよ、オバショット。うん、あとやたらと引きで撮るとかね。あのやたら全部を写したがって遠すぎるとか。うん、うまいな有吉は。そう、オバショット。腹減ったな。うん？今4時半か。ピーナッツパンいいや。俺オバショットね、無理なんだよね。カメラの構図とかセンスありすぎて無理。センスがない人じゃないと撮れないっていう特徴があるの、これ。うん。センスがある人がやるとね、どうしてもね違うんだよ。本物のオバショットは撮れないの、難しいんだよこれ。オバショット、どう指示出ししてるんだろうね。おーい、ありがとう、バガーありがとう。サンキュー、解放じゃねえや、カオス。解放と間違えた。ちょっとトイレ行ってくるわ。ちょっと待ってて。
いや、すき焼きうまいじゃん。ダメ？立川駅前でやんの？いやいや、もうさ、迷走しすぎでしょ、みどりさんも。いくらネタがないとはいえさ、ちょっとな、マジか。いや、議員がないっていうのはさ、もうさ、なんつうんだろう、仕事がないからじゃん、正直。いや、40って怖えな。いや、俺も来るんだもんな、仕事がなくなってどうやって食ってこうっていうのが。え、ビラもらいに行く？え、今日何時ぐらいからやんの？ビラもらいに行く？立川駅前行く？ビラもらいに。あんなにかたくなに言いやがってたのに、ね、しかもなんかビラの内容がちょっと面白いんだよね。めちゃめちゃロバってるの。めちゃめちゃロバってるから。行く？何時に行きゃいいの？何時に立川駅に行きゃいいの？公人、議員になってからは公人なんだっけ？議員は移していいんだっけ？選挙中は。選挙中は移していいんだっけ？どうだったっけ？選挙中はね、肖像権どうだったかな。うん。いや、もうこれはもう何だったっけな。今選挙中だっけ。誰か分かる人いない？なんかいじり倒せるチャンスなんだよね。あ、昨日ね、ロハコさんとね、プライベートで電話したよ。なんか炎上して大変らしくて、なんかロハコさんがずっと、ギャラはティクサに払われて、ロハコさんの僕たちはあれだったんですけど、わざわざ全然ギャラの話なんか全然なかったんですね。僕はもう拾ってますよ、正直。ヌマップのメンバー全員つって俺全然把握してないで電話したから、ずっとなんか愚痴聞かされて面白かったんだよね。激ヘラってるよ、ロハコさん。いや、そんなこと言っても、なんでみどりさんは僕のこと騙すようなことをしたのかとか、めちゃめちゃ面白かった昨日の電話。で、炎上してんの？なんかなんだか俺は状況がわからないまま、なんかすげえ、なんかめちゃめちゃヘラってたよ、ロハコさん。多分ね、俺が出会ってからね、一番ヘラってるかもしんない。なんかね、ちょっとね、モードがね、あの誤差部事件のモードだったもん。一人の人が公費に基づいて行動してるときは公人、私費に基づいて行動してる人は私人という区分にすることがある。公務員が営利事業に従事する場合には、営利事業への、どういうこと？どういうこと？民間人が時間を区切って公費弁済のある職に就く場合、営利事業、ごめん、何が言いたいのか分かんない。そんな、あの、なんかのテンプレを貼られても分かんないよ。うん。何が言いたいの？
全然分かってないから最近の状況。ただロハコさんは怒ってたし減らってたよ。ロハコさんに電話で聞いてみる。どういうことなのか。でもなんかあれ、なんか裁判が取り下げられるかどうかみたいな瀬戸際なんでしょ。なんかとにかく、いや、ギャラをどうするかで。あ、トム・ソーヤ池上が弾丸塾表明した。優勝候補でしょ。トム・ソーヤ池上、うわー来た、熱い。トム池、我らがトム池が弾丸塾ですよ。我らがトム・ソーヤ大先生が。ああ、いいね。トム・ソーヤ池上の弾丸塾は最高だよね。だって多分ふわっちの中でラジコンさせたら最強なのってトム・ソーヤ池上さんだと思うもん。熱っ。なんか優勝しそうだよね。誰かアイテム10発ぐらいくんね。花火10発ぐらい頼むよ。ファンタスティックさんいないの？ファンタスティックさん、よろしく頼むよ。みんなゴールデンウィーク辛いな。なんで？いやー、なんだろうね。ねえ、ボーナス月の方が有利だよね。そんだよな。みんな金ない中だもんね。去年の5月なんか別に全然大したことなかったよ。むしろ普段より少ないぐらいだと。やめようかな今日も放送。なんかこういうタケとかさ、ゴンゾーとかさ、なんかバカにさ煽られてムカつくだけだし、もうほんと1週間ぐらい休みてえよ。いや、ゴールデンウィーク俺も取ろうかな。胃が痛い。プラプラ散歩しながら行こうか、のんちゃん外配信。そうする？いや、キャスバーに6時に着きゃいいんでしょ。プラプラウォーキングしようよ。行こう。